キーピエロ。なんかこれ函館に超いっぱい見るんだよね。函館のチェーン店なんだね。でまあなんかいろいろあるんですが、メニューがいろいろあったんですが、気になるものはこれ函館イカカツ。気になったんでちょっと買ってみました。函館イカカツだそうです。では早速いただいてみます。あっけあっけお、うん、うん、うまい。中にイカがめっちゃ入ってるな。こいつはうめえや。これはちょっと納得の味ですね。ラッキーピエロ最高です。長谷川ストア24。なんだろう、見たことないなって思ったら、セイコーマート関係なんですってね。ね、五稜郭店って書いてあるってことは多分いっぱいあるんだろう、こっちにね。でまあ以前何かしかの番組で北海道にはセイコーマート関係が多いっていうのを聞いたことがありましてね、せっかくなんで中入ってなんかいろいろ見たんですが、ちょっといいの見つけました、ね、これです。イカスミフランスパン。真っ黒いフランスパンでびっくりしました。後で